はい、それでは時間になりましたので、星読みウェビナー、チャンスを逃すな、木星双子座の幸運のつかみ方、はい、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。注意事項ここに書いてある通りで、細かいところは詳細ページにも書いてあったと思うので省略していきます。はい、で、本日この流れになっています。はい、じゃあ木星とはから行ってみます。はい、では、木星双子座ウェビナーなので、まず木星とは何かって皆さん大体分かってる方も多いかなと思うんですけれども、木星と何かっていうのを復習してから入っていこうかなと思ってます。で、記号はね、4みたいな感じですね。で、欲求って言って、その天体それぞれの意味があるんですけど、木星は発展とか拡大とかよくね聞くキーワードかなと思います。で、一番大事なのが公転周期ですね。12年で12星座を一周回るので、1年で1星座回るから、1年の運気を見るには木星がいいかなという感じで、雑誌とかあとはテレビとかの1年間の何々座さんの運勢はみたいなのは、この木星で大体みんな見ているよっていうことですね。で、対象は社会天体になります。土星とね同じく社会の天体なので、個人にというよりは、社会でどんな風にこう発展拡大していくのかみたいな感じとか、ネイタルチャートで読むんでしたら、この社会天体である木星が個人天体である、月から火星の間の中でどういうアスペクトを組んでるのかっていうのを見ていただくといいかなという感じです。少しね、お話ししていくんですけども、さっき言った拡大と発展、そして成功を司るんですけども、関わる対象をもう増やし続けるっていうのが木星の勝因になります。なので、嬉しいことももちろん増えるけれども、この、木星でちょっとこう、癌が増えてとか、そういうのももちろんあります。ので、その木星が全てにおいて、こう、ラッキーを持ってくるのかって言われると、それは、死生観とかもあるので、それぞれ。それがどう、その、ラッキーなのかっていうのは、それぞれですけれども、何にせ、関わった天体、もしくはそこにいるハウスの事柄を拡大、どんどん広げていくよっていうことを覚えておいていただければいいかなと思います。で、この社会の中で、何をこう広げていくのか、この1年で何を広げていくのかっていうのを木星で見ていくんですけども、それはサイン。今年でしたら双子座ですね。双子座の、事柄で、こう社会的にいろいろ増えていくよ。増えていくっていうことは、みんながこう目にしたり耳にしたりとかすることが多くなるので、流行とこう関わっていくよっていう感じで、木星で流行を読んでいく。っていうのは、先生術師の皆さんがね、こうファッションとか今年はとか色はとかあると思うんですけど、そういうのはこの木星でみんな決めていると思ってもらったらいいかなと思います。はい。で、ここからその流行をちょっと追っていきたいなと思うので、過去の木星双子座期間のどんなことがあったのかなみたいな話はちょっとしていきたいと思います。はい、じゃあ2番、今と昔の木星双子座期間。ここ楽しんでね。これは 12×3 で36年前ですね。はい。1988年7月22日から1989年、私生まれた年でございます。の7月31日。おめでとうございます。おめでとうございました。はい。はい、で、先ほど言った、木星は流行を司るので、左側がその時に流行ったものですね。で、真ん中が技術なんですけれども、もうこれも、やっぱ木星の関わるサインのものが、こう広がっていったり、技術が発展していくっていう面で、木星のそのサインらしさが結構出てくる分野だと思います。あと事件っていうのは、今日そんなに深掘りはしていかないんですけれども、やっぱりその、なんて言うんですかね。こう、木星のこの社会的に関わるっていう意味では、事件も大きく関わってくるんですね。で、特に、双子座のこの木星期間っていう、皆さんはどれが気になるかな？なんかやっぱり、ローラースケートかな？光源氏が流行った時ですからね。ようこそとか言って知らないけど。そう。ローラースケートはなんかすごい双子座っぽい感じするよね。なんか徒歩で歩いてたところが、シャキンってつけただけで、どこまでも遠く行けるぜ、みたいな気持ちになって、スピードアップみたいなのは、すごい双子座っぽいかなっていう感じがね、してます。で、あと、
やっぱファッションとかはすごい木星が関わってくるんですね。で、双子座の場合、すごくこう、カジュアルな、スマートな服装が多くなる一年になることが多くって、で、この頃からやっと女性のパンツスタイルが出てきたっていう感じなんですね。で、その、こう、女性も、こう、軽やかにというかね、動きやすいとか、そういう感じなのかなっていうのと、あと、渋カジっていうポロシャツに紺のブレザーとか、かシンプルな着こなしみたいなのがすごく、流行ったという、そういう時代になってます。で、あとは、やっぱり技術のゲームボーイがすごく双子座っぽいかなっていうふうにね。うん、あと、ビデオカメラもそうですけど、持ち出せるっていうところが双子座っぽさですよね。このゲームボーイは、まあ、今でいう任天堂スイッチのご先祖さんっていうのもあるんですけど、うん、なんかスマホでゲームをするっていう発想の元でもあるかもしれないですね。持ち運びっていう意味では。確かに。そうかもしれない。一番先祖。うん。なんか手軽で身軽でみたいな、うん、いつでもどこでもみたいな、その、そういうこう家から持ち出してっていうのが、こう集まったりとかしてね、みんなですごい交流していくっていうのも、やっぱ双子座の木星がこうあるからこそ広がっていくもんだなっていう感じがしますね。今年はね、何が流行るかな、楽しみですね。確かに持ち運びなんとかみたいな。うん。で、まあ、あと流行語もね、見ていったりしますね。うん、そう、流行語がなんかちょっとふざけた流行語がめっちゃ多いなっていう、この双子座の期間っていうのは、うるうるとか、キープくんとか、なんか、そういうこう、感情を、なんかちょっとふざけた感じで、うるうるとかもそうですけど、表現する。なんかそれが流行るのかなって、流行語を追ってて思いました。じゃあ、12年。はい。あと、見ていきましょう、はい。もう入ってますね。もう入ってますね。うん、5月26日から2025年6月10日までで、逆行は10月9日から2025年2月4日までということで、ポイントはね、これ私が6つ挙げたんですけれども、もう皆さんね、なんか、木星双子座に入ってるので、いろいろ SNS とか、まあ YouTube とかでね、見られてるかなとは思うんですけれども、みんなが言うと思います。フットワークが大事だよって。もう木星ね、双子座って言われると、やっぱこう、お尻ちょっと浮かして、何でもかんでもこう、興味あることには手を出していこうよっていうのが、木星の恩恵を発展とか拡大のね、恩恵を受けるのには、こう大事な、行動の仕方というか、かなっていうふうにね、思っていますね。で、さっきも言ったその IT 関係とか AI とかも、11月20日以降になるかなと思うんですけれども、なんか新作がね、スマートフォンの新作が出たりだとか、もしくは、こう、驚くようなっていうか、ちょっとこう、またさらに発展したような AI の技術が出てきたりとかするかなって思うので、なんかそういうのを、この二つの期間はまだちょっと楽しんでるみたいな感じかなっていう気がしているので、ちょっとこう、そういうのが出てきたら楽しむつもりで、こう、触ってみたりとか、ちょっとやってみたりするといいかなっていうふうに思ってます。完全にできるようになる必要はないかなっていう感じですかね。で、双子座は、完成させたりとか、こう継続したりとかする星座ではないので、どっちかっていうと本当に手当たり次第手を出していくっていう星座なんですね。で、それで、今、私の友達とかも双子座での方結構いるんですけど、みんなが言うには、なんかいろいろ手を出しといて、今年はこれやってて、来年は違うことやってるんだけど、またなんか巡り巡って何年か前やってたやつをまたやってますとかってよく言ってるので、なんかその今やって飽きちゃって別のとこ行ったとしても、そのやったこと、種をまいたことが数年後にちょっとだけ芽が出てて、あ、これなんかこんなとこに種まいてたんだ、みたいな。またやろう、みたいな感じでやってっていうので、こうどんどんこの、人との交流がそれでつながったりとか、私の友達だったら、お仕事がね、なんかこう、どんどんそれで、あ、これも実はやってましたよ、あれも実は、知ってますよ、みたいな感じで、じゃあそれもやって、あ、これもやって、みたいな感じで、仕事がこう、どんどん増えていってるっていうのが、なんか双子座さんあるあるなので、まあ、そのあたりを意識して、たくさんこう、種をまいておくっていうことが大事かなっていうふうに思っています。そんな、こう、今すぐに芽が出る、で、出そうみたいな思わなくて、いいかなっていう感じ。なんか、芽が出ればラッキーぐらいやっていくとね、いいんじゃないかなっていう感じですね。はい。で、あとはやっぱり、双子座の時は、学びが必要かなと思うので、なんかこう、自分が気になる
知的好奇心をこう満たすっていうのが双子座のテーマでもあるので、そのあたりをこう自分が学びたいなっていうこの木星ウェビナーとかもね、皆さんこう、あ、これちょっと行ってみようってポチッてしてもらったと思うんですけど、そんな風にこうどんどん学びを取り入れていって、で、それを双子座っていうのは、この情報収入、情報収集をするだけではなくって、伝達するまでが、こう、テーマになっているので、その、ただ自分がインプットするだけではなく、こう、インプットしたことは、同時にアウトプットもできるようになっていくといいです。で、別に今すぐ慌ててアウトプットができるようにならなくていいので、この1年間の間で、こう前半はしっかりインプットして、後半にそのアウトプットしていくとか、もしくはアウトプットが苦手だよっていう方は、ちょっとずつこうできるように、こうやっていくみたいな、そのネットとかで誰でもこう見れるようにって別にしなくてもいいと思うので、最初は鍵アカでとかでもいいし、身近な人にちょっとこうおしゃべりするでもいいと思うんですけど、で、それはこう学んだことだけじゃなくって、仕入れた情報とかも、アウトプットするのが大事なんですね。ここのカフェ美味しいよとか、こっちのカフェとこっちのカフェのコーヒーだったらこっちの方がこうどうとかだよとか、なんかそういう身近なちょっとした情報とか、生活にちょっと役立つ情報みたいなのが、まあ双子座なので、それを、その的確に、あ、この人にはこの情報だよな。あ、この人には、ここの、カフェの方がおすすめだよな、みたいな感じで、そうやって、アウトプットできるようになると、もう一流の双子座です。本当に。私なんか、そんなの考えずに、いろんな人に、ここ美味しいよ、ここ美味しいよとか言っちゃう。それは、双子座じゃない。双子座は、もう本当に的確に、その人に合う情報を、伝えられるっていう能力があるので、まあ、そこを意識して、こう自分もいろんなことをインプットするし、アウトプットしながら、そうやって、情報と伝達っていう練習をしていくと、その木星の発展拡大っていう恩恵を、こう、受けることができるかなっていうふうに思います。で、最後の二つの落ち着きなくなると何も残らないっていうのは、この後喋る、ちょっと土星が関わってくるので、ちょっとそのあたり詳しくね、お話ししていきたいと思います。はい。ここがね、結構今年と来年すごく大事な部分かなと思ってて、皆さん風の時代ってよく、こう、ちょっと前に聞いてたかなって思うんですけど、その風の時代って言われたのが、2020年の12月22日の水瓶座で、土星と木星がコンジャンクション、重なる日。これ、グレートコンジャンクションって言うんですけども、それが起こった時が、こう、風の時代の突入だよ、みたいな感じでね、言われてました。で、そこから、3年半ぐらいかな、経って、土星とその木星が今年、スクエアになります。で、このグレートコンジャンクションって、じゃあ何なのっていうと、社会天体である土星と木星が、ま、行ったり重なった時に、二人で相談して、よし、ここから20年に一回起こるんですね。なので、水瓶座で重なったから、よし、ここから20年、我々は社会で水瓶座的なことをこう広げたり、なんかこう安定させたり、土星は安定っていう意味もあるので、安定させていくぞってタッグを組んだんです。で、そのちょうどコロナ禍だったと思うんですけど、リモートワークが普及したりとか、キャッシュレス決済だったりとか、まあ、いろんなそのことがね、PTA 問題とか、まあ、いろいろとここ何年かで急に変わったと思うんですけど、これはこの社会天体、まあ、冥王星も関わるかもしれないけども、この土星と木星の、よし、俺ら20年で水瓶座にしてやろうぜ、社会を、みたいな感じでやってきた。で、それを、こう、木星が拡大発展させて、土星がいらないものを、草抜きしてっていうのを、こう、交互にやってるんですけども、それが、その、今年、2024年は、じゃあ、個人のネイタルチャート、出生図から、どうやって、こう、幸運ポイントとか、なんかこの木星双子座期間のいいところを見ていくかみたいなところをお話ししていこうと思います。はい。まずは、占星術が全然わからないよっていう方でも見れる幸運のポイントの見方をお話ししたいと思います。超簡単なんで。こうやって自分のネイタルチャートを出しました。そしたら双子座の
ある場所を見てほしいです。私だったら、ね、もうちょっと詳しく見れるよっていう方はですね、この20円って言って、内側が私のネータルチャートで、外側が、これはあの2024年5月26日、木星が双子座に入った日のトランジットになります。で、こんな風に20円で見ていただいて、まあ、さっきと同じように木星がここからここに移動するなっていうのを見るのと、あとアスペクトですね、見ます。私だったら土星が IC に乗っかってる下のね、4ハウスの入り口に乗っかってますよね。そこと、あと4ハウスの水星と天王星も木星とね、オポジションになるので、このあたりですよね。必ず、見る必要があって、まあ、土星と木星だったら、その、ネータルチャートって、自分の持ってる種みたいな感じで思ってもらったらいいです。で、トランジットで生まれてからずっと、もう今もそうですけども、トランジットの天体、この宇宙の天体が、その、我々、自分自身が持ってる目を、こうなんか、これだったら木星が土星に、こうちょっとこう、何だろう、水やりか肥料やりか知らないけど、やって、この元々のネータルの私の土星がちょっと活性化されるんです。そんな感じで読んでいきます。ので、木星が、で、次はですね、出生時間がわからない方ももちろんいると思うので、その方の、見方なんですけども、さっきのはプラシーダス法っていう、ハウスシステム使ってたんですけども、出生時間がね、わからない方は、ソーラーサインハウスシステムっていうのを使います。で、それは、こう、太陽の星座、私だったらヤギ座なんですけども、それを1ハウスに置きますよっていう、だから1ハウスの始まりがヤギ座の0度になってると思うんですけども、そうですね、アセンダントがいて座ですね。で、太陽が、水亀座で、月がヤギ座。で、チャートルーラーが木星で、MC にコンジャンクションしてますね。10ハウスということなんですけども、今年は木星は5ハウスの終わりから7ハウスの頭までっていう感じで通っていきます。まあ基本的には6ハウスかなっていう感じなので、雇用、まあお仕事が増えるっていう感じですかね。あと健康上のその情報が来たりとか、あとまあ雑務も増えます。6ハウスに木星来ると雑務は増えます、普通に。で、事務作業とかね、細々した仕事のお部屋なので、もうアセンダントがいて座の方ですね。3人目です。木星チャートルーラーは、はい。来ました、双子座にあります7ハウスですね。チャートルーラーね、めちゃくちゃ大事なんですよね。こういう時見るのね、太陽と月、そしてチャートルーラーは必ずどの天体と今関与してるかっていうのは見る必要があります。で、太陽月団子やな太陽月水星金星魚座みたいな感じで、団子4兄弟みたいな感じになってますけれども、木星はですね、6ハウスから7ハウスで、今ディセンダントのところにこうちょっと進んでいっているので、これからいろんな人と出会っていくんだろう、たくさんの人と触れ合っていくことになるだろうなっていう感じがあるんですけれども、まあ皆さんね、今あっと思ったかもしれないけれども